やるっきゃねえよな。グリフィスに会ったあの日から全てが変わった。私は今でも長い夢を見続けているような気がする。あの人の隣にいたい。あの人の夢を成し遂げるために欠かせないものになりたい。その願いが叶えられると信じていた。信じることができた。あの日お前が現れるまでは。覚えているか、あの日あの丘の上でグリフィスがお前にかけた言葉。お前が欲しいんだ、ガッツ。グリフィスは誰にもあんなこと言いはしなかった。今まで誰にも。なぜだ。どうしてお前でなければならないんだ。どうして私があの人の剣になりたかったのに。そうか、それがお前の夢か。追ってだ。のんびりしてる暇はねえな。もうくたばってんじゃねえのか。死体でも報奨金は出すってよ。奴らの野営地だ。正面突破は無理だな。騒がれる前に倒すしかねえな。都合で足止め食うわけにはいかねえってことだ。お前が女だろうがどうだろうが敵さんには関係ねえんだぜ。飛んできやがる。見つけたぞ小僧。かかれ。よう、あんたも元気そうだな、おっさん。貴様はただでは殺さんぞ。我が小ボロ一つけ200年にわたり伝えられし拷問術、悶絶100年殺しでこの世の地獄をたっぷり見せてくれるわ。女はこの場で傭兵どもの餌にしてやる。皆さん、行けそうか。これ以上、貴様の世話にはならん。上等。って受けたヤキズ、まだ癒えてはいないようだな。
のれ、逃がすな。女は俺がいただくぜ。仲間を連れて必ず戻る。それまで死ぬな。バカが、この人数を相手に戦い切れると思うのか。
半数までも。俺はまぐれではない。なに、まだそんなに残ってんのか。お前の頭かち割る頃には夜が明けちまってるな。は立っているのがやっとだ。一気に畳み込め。何やってんだよ俺は。こんなくだらねえところで安っぽく命張って。今は考えてる暇はねえ。今あるのはどう切るかどう殺すか、それだけ。それすらいずれ頭の中から消え去る。そして心臓の鼓動だけに。様が相手してくれるわ。あ、その怪我は大丈夫か。気にすることはねえよ。お前がやってることに比べりゃ俺が切り合うなんざ大したことじゃねえんだ。それはどういう。お前もグリフィスもそうさ。生きてることを丸々かけちまうほどのもんを持ってる。だがよ、俺が行き当たりばったりで100人と切り合おうが1000人と切り合おうが大したこっちゃねえと思うんだ。ここの連中は吹けば消えそうな小さな夢を持ち寄ってグリフィスっていうでっけえ炎に投げ込むんだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火にちょいと温まってフラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを
俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前まさか高野団をやめるつもりじゃ。